チェンの技法を使った実体関連図の例実体関連モデルは概念的データモデルの高レベルな記述を可能とするモデルの一種である。また実体関連モデルによって具体的なシステムのデータモデルを図で表現したものを実体関連図あるいは ER 図と呼ぶ。本校ではピーターチェンの1975年の論文で提唱された技法を中心に解説する。 ただし、同様のアイデアはそれ以前から存在し、実体と関連を扱う様々な派生モデルが考案されている。ER モデルはデータベース、特に関係データベースを抽象的に表現する手法の一つである。関係データベースは表にデータを格納し、表内の一部のデータは他の表内のデータを指している。例えば個人情報のデータベースでは、ある個人のエントリが 当人のいくつかの電話番号のデータを指している構成になっていることがある。ER モデルではその個人のエントリーが一つの実体であり、電話番号も実体で、それら実体間に一件の電話番号を持つという関連が存在するという見方をする。そういった実体や関連を設計する際に作られる図が実体関連図、または ER 図である。3層スキーマを ソフトウェア開発に使用する場合、3層それぞれに対応する ER モデルが構築される。情報システム設計の第一段階でこれを使い、必要な情報を洗い出し、それら情報をデータベースに格納する際の型を決定する。データモデリング技術は任意の議論領域についてオントロジーを記述するのに使用可能である。データベースを基盤とする。 情報システムの設計では概念データモデルを論理設計などと呼ばれる後の工程で関係モデルなどの論理データモデルにマッピングする。関係モデルはその後さらに物理的設計時に物理的モデルにマッピングされる。ただし設計工程の呼び方は様々であることに注意されたい。関連を持つ2つの実体実態と属性関連と属性主規実態は 独立した存在として認識され、一位に識別されるものと定義できる。実体とは、ある領域の複雑さから抽象したものである。実体は、実世界のある面だけを取り出し、他の面を射掌したものである。実体は、家や自動車といった物理的な物体ということもあるし、住宅販売や自動車サービスといったイベントということもあるし、 客単価や注文といった概念ということもある。実体という用語はよく使われるが、チェーンによれば、実体と実体型を明確に区別すべきである。実体型はカテゴリーである。そして実体は、厳密に言えば一つの実体型のインスタンスである。一つの実体型には、多数のインスタンスが存在するのが普通である。しかし、実体という用語で、 実体型も刺すような使い方をすることが多い。実体は名詞に対応すると考えることができる。例えば、コンピュータ、従業員、楽曲数学的定理といった名詞である。関連は2つの実体間の関係を捉えたものである。関連は2つ以上の名詞区を結びつける動詞に対応すると考えることができる。例えば、企業とコンピュータの間の、所有するという関連。 従業員と部門の間の監督するという関連、アーティストと楽曲の間の演奏するという関連、数学者と定理の間の証明したという関連などである。このような言語的側面を利用したのが宣言型データベースクエリ言語エリルであり、自然言語の構成を真似ている。エリルの意味論と実装は実体関連モデルの言語的側面を捉えた関係台数の一種。 d c プットリレーショナルアルジェブラに基づいている。実体と関連はどちらも属性を持つことができる。例えば、従業員という実体は社会保障番号という属性を持つことがある。また、証明したという関連は日付という属性を持つことがある。すべての実体は一位に識別可能な最低限の属性集合を持たなければならない。 この属性の集合を実体の主キーと呼ぶ。実体関連図はインスタンスとしての実体やインスタンス間の関連を表したものではなく、むしろ実体の集合と関連の集合を表したものである。例えば、ある特定の楽曲はインスタンスとしての実体であり、データベース内のすべての楽曲が実体の集合である。子供と昼食の間に食べたという関連があるとき、 データベース内のすべての食べた関連が関連の集合である。言い換えれば、関連の集合は数学における関係に対応し、個々の関連はその関係の個数に対応して存在する。関連の集合上に濃度制約が設けられることもある。チェンは自然言語と ER 図とのマッピングの経験則を次のように提案した。チェンの最初の論文で、 関連とその役割についての例が示されている。彼が示した例は、結婚関連と夫と妻という二つの役割である。役割とは、関連を持つ二つの実態について、関連から見たそれぞれの名称ということができる。結婚という関連において、夫という役割を演じる人物と、妻という役割を演じる人物がいる。これらの関連と役割は名詞である。 しかし、今では、関連や役割の、名前は動詞、または、動詞句にすることが多い。特に、is the owner of とか、is オン t h by といった句を使うことが多い。これを名詞で表すなら、所有者や、所有である。役に立つ改良も加えられてきた。チェーンは、役割と関連する、相手側の濃度、すなわち対応する実態の数を論じていた。 オラクルデザイナーが採用しているバーカー、エリス機法では、役割の側の最小濃度と、相手側の最大濃度を採用している。メリセやイルマスリーナベイズなどでは、最小濃度も、最大濃度も、役割と同じ側に設定する傾向がある。最近の研究者らは、このような方式の方が2項を超える、N 項関係にも一貫して適用できることを示した。デュリアへ通るによれば、 人に見られるような相手側に濃度を記述する記法では、二項を超える多項関係の参加制約の意味論を効果的に表現できないとしている。フェイナーでも同様人類で使われている相手側での濃度指定では問題が生じるとしている。ハートマンがそういった状況を調査した。同じ位置ついたの関連を様々な記法で表現。いずれも人物と生誕地の関連を表している。 各人物は、ただ一つの場所で生まれているはずだが、各場所で生まれた人の人数は不定である。クローズフット記法で二つの実態の関連を表現した図。ソングの側の記号はゼロを含む、不定庫を意味している。アーティスト側の記号は唯一であることを意味している。したがって、この図全体としては、アーティストは不定庫の楽曲を演奏することを示している。チェンが、 実体関連モデルの基本として採用したのは、実体の集合を長方形で表し、第一級オブジェクトとしての関連をひし形で表すものだった。実体の集合が関連の集合と関与している場合、それらを直線で結ぶ。属性は、楕円で表され、一つの実体、または関連の集合と直線で結ばれる。濃度制約は次のように表現される。 属性を書き込むと図が混み合うので省略されることが多い。他の描法では実体の集合を表す長方形内にその実体の持つ属性を列挙することが多い。関連する図の描画技法、クローズフット技法はバーカー、エスノーテーション、シダム、IE で使われている。その場合、実体を矩形で表し、関連は矩形同士を結ぶ直線で表される。 その直線の両端の形状によって関連の濃度を表現する。この気法は1980年代にケイシーがコンサルタント業務で使っていた。リチャード・バーカーを含むケイシーのコンサルタントらがオラクル・イキリス社に移籍しケースツールを開発。そこでこの気法を採用したことで広く知られるようになった。カラスの足規法を使っているツールとしてはアリス、システムアーキテクト、 ビジオ、パワーディスイナー、トードデータモデラ、ディスインフォーデータペイセス、ティベジムズデータモデラ、アマネグラフル、マスコールワークベンチ、SQL デベロッパーデータモデラなどがある。CA テクノロジーズの CA Gen もこの記法を採用している。e r 図を描画する様々なツールが存在する。ER モデルや SQL を入力として e r 図を生成しデータベースを分析できる。 フリーソフトウェアとして、マスコールワークベンチ、オープンマデルシュフィアがある。ERs からデータベースやアプリケーション層のコードを生成できるフリーウェアの ER ツールとして、ライズエディターがある。SQL パーアーキテクトはプロプライエタリだが、フリーなバージョンもある。プロプライエタリな e r ズ描画ツールとしては、アベリュシオン。 ディーブ・フォージ・スタジオ・フォーマス・コール、ER、スタジオ、アーウィン、モヒク・ドロー、マダル・ライト、ネイビー・キャット・データ・モデラ、アマネ・グラフル、オラクル・デザイナー、パワー・ディスイナー、ラショナル・ローズ、スパークス・エンタープライズ・アーキテクト、スクライック、IBM ・ラショナル・システム・アーキテクト、トード・データ・モデラ、ビジュアル・パラダイム、ギト・マインドなどがある。単に描画だけが可能なフリーソフトウェアの描画ツールも、ある。 SQL の生成といった機能はない。例えば、ラベルイコールクレイトリー、ジェド、ルシドチャート、キャリグラフロー、ディアなどがある。ER モデリングを考案したピーターチェンは、その論文で次のように述べている。実体関連モデルは、現実の世界が実体と関連から構成されるというさらに自然な見方を採用している。それは実世界についての重要な意味情報の一部を含んでいる。 これは古代ギリシアの哲学者、ソクラテス、プラトン、アリストテレスからパース、フレーゲ、ラッセルに始まる現代の認識論、記号学、論理までの流れを踏まえた上での言葉である。プラトンのイデア論では普遍の関係があるとし、それらの関係を論じている。1976年の論文で、チェンは実体関連モデルと様々なレコードモデリング技法を明確に対比させて、 次のように記している。データ構造図はレコード群の構成を表現したものであり、実体と関連を正確に表現したものではない。この考え方を支持する人々もいる。意味論的モデルは概念のモデルであり、プラットフォームに依存しないモデルである。また、内包的なモデルである。ルドルフ・カルナップ以来、次のようなことが常識となっている。 ある概念の完全な意味はない方と外縁という二つの側面からなる。前者は世界を構成する全概念における概念の埋め込み、すなわち他の概念とのあらゆる関連の相対からなる。後者はその概念の支持的意味を確立するもので、実世界や可能世界にそれに対応するものが存在する。外縁的モデルは特定の方法論やテクノロジーの要素群にマッピングされるもので、 プラットフォーム固有のモデルである。ル o 仕様において、クラスモデルの関係は、外縁的だと明確に記されており、そのことは、仕様上様々な装飾が追加されている点からモルの元になった、意味論モデリング言語群が提供したものからも、自明である。ER モデルの基本は、大抵のデータベースの教科書で触れられている。ER ベースのモデリングに関する論文。ありがとうございます。